ラビットダークハザード、どうもレオンチャンネルです。ぶっ飛ばソウルの CM 並みにテンションが上がったんだけどさ、今日は昨日だ、昨日を新しい今年のね、なんだっけ、魂ネーション2018のまた限定アイテムがまず発表されたわけですよ。全部じゃなくて、あと1個8月1日に解禁が残っておりますが、ラビットダンクハザードありがとうございます。ラビラビタンタンは普通にプレ版で今後出るとは思いますけど、さすがにハザードフォーム普通の黒いやつは飛ばされるかなと思ったらちゃんと出るし、しかもまたこれ魂ネーション2018の物販限定で、ちょっといつもねブー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 文句言われるやつですよ。東京行かないと買えないじゃんみたいな。まあでもそういうやつですよね、基本はね。僕は去年、普通に一応予約できて、ただ予約時間の集中で、めちゃくちゃなことになって買えなかった人が多くて、途中からね、微妙に予約方法を変えたりとか、あとで受注生産したりとか、ごたごたがありましたが、とりあえず今回も多分、開催後、魂ネーション開催後に抽選販売とかあるんじゃないかなとは思いますけど、とりあえず昨日商品が限定、会場限定商品が発表された時点ではまず事前受注と去年と同じですね。これいいんですよね。要は先にポチりました、動画的な感じでネットでハザードフォームなら29日の12時と18時の2回予約受付があって、それで予約して入金すれば、あとは当日ね、26、27、28のこの期間中に取りに行けば OK と。一昨年までに比べて去年すごく楽だったから、結局会場行くっていう人はだいぶいいんですよね。なので若干関東圏以外はちょっとめんどくさいはめんどくさいんですよね。で、見よう、ラビットタンクハザード、あ、まだ画像1枚しかない。てかめっちゃかっこいいじゃん、めっちゃかっこいいじゃん。これさ、黒いところちゃんとメタリックのカラーのブラックになってて、で、アンダースーツが艶消しのブラックで、バッチリツートーンカラーですよ。見る感じ、ベース素材はラビットタンクフォームと共通なんですが、そもそもね、アーマーとか頭部デザインが全然違いますから、とはいえ下半身以外はそんなに共通点がないんですが、あ、でも腕もあれか。一応は造形同じなのか。現時点ではこの画像1枚のみで何が付属するとかも載ってませんね。6480円。ありがとうございます。8月29日にすぐポチりたいと思います。メタルビルドストライクフリーダムガンダムの魂ネーション限定カラーバージョン。これも僕はノーマル版普通に一般販売で買いましたけど、すごく良かったけど、なんかどこが色変わってるとかパッと見はわかんないけどな。これめっちゃ完成度高いですからね。あとはロボット魂量産型ザックバージョンアニメファーストタッチバージョン、あ、去年ファーストタッチバージョン2500円の廉価版のやつ、関節の色とかが確かちょっと変わってたファーストガンダムだったんですけど、パーツが一般販売版と違ったりするのかな。僕はバージョンアニメ系一通りってわけじゃないけど、ピックアップして買ってるからジオングも買う予定だし。で、新1号は桜島カラーバージョンね。桜島バージョンの新古町1号が、これもポチロー。あとはガンダムと G ファイターのリアルタイプカラーバージョンが、あったりとか、ジェミニサガ、この辺はいいかな。最後何が来るんだろうね。はい、やっぱり事前購入会場受け取り制で販売いたします。去年と同じだね。プレミアムバンダーにて先着注文後、イベント開始中に会場で商品をお受け取りいただきます。受け取りはイベント開始中いつでも OK で、プレバンで事前ご注文、いつものようにポチりました動画的な感じで予約したら、会期直前に二次元コード QR コードが発行できますので、それを当日会場に表示するとか、まあ、会場のレジの人に出すと受け取りできるって感じで、流れ的には全く同じですね。で、当日販売とか書いてあるな。ファーストタッチのザックは当日販売もしてますと。ほとんどが8月中旬に詳細情報公開になってて、というかザク以外は当日販売なしですね。各回準備数に達し次第終了で、あ、ここに書いてある。イベント終了後、各商品ともプレミアムバンダイ魂ウェブ商店での発売、販売を予定しております。販売方法に関しては8月中旬
情報公開予定ですと。なのでいつもの感じだと会期が終わった11月ぐらいにもう予約開始になって、で年明けに届くと、2月届くとか3月届くとか、そんな感じだと思います。まあでも普通に会場受け取りからすると数ヶ月間が空くので、すぐゲットしたいところではありますよね。一応概要欄にこのページは貼っておきますので、詳細はそちらからご確認ください。じゃあまた。